はいどうも皆さんこんにちは、レイです。僕ちゃん始まります。最近動画が届こうっていうのは、僕ね、体調があんまり優れてないんですよ。ここ最近ごつく体調を崩してしまいまして、はい、体調管理ができない男なんですけど、喉がめちゃくちゃ痛くて、鼻も止まらなくて、頭も痛い、頭痛がひどかったわけで、風邪はこじらせたくないなと思った、そんな1ヶ月ではあったんですけども、ほんとね、もう寝てばっかで辛くてね、一瞬ほんと病気なんじゃないかなと思ったんですけども、かかりつけの病院でね、いろいろ見てもらった結果、ただの夏風邪っていうところの判定だったんで、コロナとかでもなく、ただただ調子乗った生活を送っていたが、ゆえのパンチだったっていう話ですね。反動があったんでしょうね。何でもやりすぎや詰め込みすぎは良くないっていうことなんですよね。飲みすぎ、運動しすぎ、エロ動画見すぎとかね、そういう感じになってくると思うんで、このチャンネルの8割は25歳から35歳の男性ユーザーなので、まあ、元気ありますよね。血気盛んな頃だと思いますので、まさにその3つ目が当てはまる部分だと思うんですけど、何でもほどほどにしましょう。やりすぎ注意ですはい、ということでね、今日紹介するお酒を今から前に持っていきたいと思います。今日紹介するお酒はこちらです。せーの、じゃーん、フェイマスグラウス。皆さん聞いたことありますよね。正式名称はザ・フェイマスグラウスっていうウイスキーになるんですけど、このグラウス、ごめん、またゴジータがカメラを移動させてしまったという事故が起こったんですけど、衝突した感じなんですけど、今ここでくつろいでます。こちらグラウスって意味なんですが、この鳥写ってますよね。この鳥がライチョウなんですって。スコットランドの国鳥指定にされてる鳥はライチョウみたいなんですが、それがグラウスです。ラベルの中心にデカデカとこのグラウス、ライチョウが乗ってる、ああ、あれね、これ有名なボトルだよっていう意味から、ザ・フェイマスグラウスっていう名称がついたみたいなんですよ。この説が本当かどうかっていうのは定かじゃないんですけども、一応そういう風に言われております。はい、スペック乗っけておきます。スコットランドのブレンデッドタイプのウイスキーになります。アルコール度数 40%、 内容量 700ml、 価格は定価設定はないんですけども、おおよそ1500円ぐらいです。ノンエイジでブレンデッドスコッチウイスキーにしては、そこそこ値段が張るのかなっていう印象があるとは思うんですけども、スコッチっていうと年代物、しかもシングルモルトタイプで2000円台で出したりしてるね、格安のもう最高な国のウイスキーなんで、ブレンデッドタイプでノンエイジでこの1500円クラスっていうと、そこそこ張ってくるのかなっていうイメージがね、勝手に僕の中でできちゃってるんですけども、まあ適正なんですよね。もちろんそれが全ては内容によりきりなんで、ここで話すことではないですね。後で持ってきましょう。それではこちら閉じます。商品説明さっき言っちゃったんですけども、ちょっと追加でね、こんな感じ。このザ・フェイマスグラウスの最大な特徴はキーモルトと言っていいでしょう。まず1つ目、あのザ・マッカラン蒸留所から来ております。ザ・マッカランの原酒がキーモルトで使われてまして、そして2つ目、これもヤバいんだよ、ハイランドパーク。はい、どちらも僕が大好きなウイスキーになりますね。なんとその激アツな2社がキーモルトで使われてるんですよね。その他30種類いろんなものが掛け合わされて出来上がったのがこれです。なんかこの時点でワクワクしてきませんか。もう商品説明そんな感じにして開けていきますね。入れるのうまくなったな。それじゃあ定位置に着きたいと思います。それではまず香りからいきたいと思います。遠くの香りなんですけども、ここからだとうっすらなんですけど、本当に薄くなんだけども、レーズンっぽい香りが漂ってきます。それ以外は感じ取れないので、グラスを近づけたいと思います。一番最初に来る香りなんですけども、ラムレーズンみたいなレーズンですね。うん、そんな香りがしてきて、その後にチョコレートですね。この2種類はすごくはっきりしてます。次にアルコールのスースーするような香りも来ますね。で、結構ウッディ強めなアーモンドです。かすかにピートっぽさもありますね。それで終わります。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、ごちそうさまでした。一番最初に来るのはビターなチョコレートですよね。チョコレートがかなり強めです。その後にウッディーなこの渋みがありますね、アーモンドで、レーズンと続いてきますね。最後にリンゴのような酸味で終わってきますね。うん、それではトワイスアップしていきたいと思います。てかゴジータがめちゃめちゃ興奮してんな。ずっとリン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 鈴の音が聞こえてると思うんですけど、無視してください。それでは香りいきたいと思います。あー、なんだろうこれ。うーん、レーズンが勝つのかな。レーズンの香りがまずしてきて、次にリンゴっぽさが開きます。燻製された、まあ、ピートなんだけども、薄いピートの中にチョコレートを感じます。燻製チョコレートっていうのまあそんな感じですね。よく嗅いではいるんですけども、それぐらいなんですよね。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、うん、
ごちそうさまでした。加水することによって甘さが出てきますね。あまりね、ストレートでは感じなかった甘さが前に来て、その甘さはおそらくリンゴなのかな。で、酸味もついてくるんで、もうこれはリンゴだ。その後にレーズンですね。で、チョコレートのビター感、これも酸味も伴ってるんですけど、チョコレートです。で、余韻はね、本当に薄いんだけども、ピートがかすかにしてきます。それでは総評に入りたいと思います。こちらになります。70点の理由なんですけども、これ香りはすごくいいです。種類は少ないんですけども、それぞれが濃縮された香りなので、おいおいおい、こんな感じでね、ウイスキーを嗅ごうとしてくるゴジータもいるわけですし、ここでね、いろいろ証明ができたんではないかなと思います。あれこれと多彩な香りがするわけじゃなく、それこれみたいな3個目なんか出てこなかった。一つ一つ強い香りを有してました。なので濃厚なのかなと思います。それで2つ目なんですけども、味わいは酸味とビターがメインなんですけどね、加水すると甘さがひっくり返して先頭に来るんですよ。その後に酸味と続いていきます。もうこれはリンゴです。リンゴの果汁を思わせるような、そんな飲み口になるんですね。なのでおそらくなんですけども、ハイボールロック適してるのかなと思います。で、3つ目なんですけども、価格1500円という話をして、これはちょっとブレンネットにしては高いかなと思ったんですけども、この内容だったらまああるかもしれませんね。ただし1700円とか1800円とかね、1000円後半になってきた場合はもっと点数下げます。代表格としてブレンネットで言うと、バランタイン12年とか8年とかがあるじゃないですか。ジョニーウォーカー黒ラベルとかもそうなんですけど、近い価格帯で戦えるボトルが出てきてしまうので、まあこれが1500円ぐらいっていうところでちょうど良かった。1500円スコッチウイスキーブレンネットのど真ん中といったら、まあこれっていいかもしれないですね。そして4つ目なんですけども、これ飲んでる時言わなかったんですが、ふと思ったんですよ。キーモルトでマッカランとハイランドパークが使われてるってさっき言ったじゃないですか。これはね、マッカランが使われてるっていうのが分かる気がします。とても分かりやすい。シェリー、まあ、レーズンっていうところで強くそういった個性が出てるのかな。そこはシェリー処理の天才マッカランっていう感じですね。ハイランドパークの良さもちゃんと残ってましたね。っていうか、俺のこのチャンネルハイランドパークまだやってないんですよね、単体で。それやりたいな。その時にキーモルト、ハイランドパークはこうなんですよっていうね、もう個別評価をしっかりとつけていきたいと思いますので、参考にしてみてください。1つ目のキーモルトであるザ・マッカランは感じることがしっかりできます。2つ目のハイランドパーク、これもかじる程度にちゃんと残ってます。生きてるっていうのが分かります。その他ね、いろんな蒸留所のね、原酒が掛け合わされてるんで、まあそれもいろいろね、相まっていい匂いがしてくるんですけど、今落ちたよね、落ちた。こんな感じでドジっ子なんです。実際その他の原酒は何を使われてるのかっていうところまでは追ってないんですけども、必ずそこら辺は生きています。これがスコットランドの良さですよね。っていうことで、僕の総評はそんな感じになりました。これね、かなり有名じゃないですか。もうザ・フェイマスって入ってるぐらいなんで、まあ、日本でも有名だと思います。ようやくエントリークラスのザ・フェイマスグラウスに着手することができたんですけども、痛いなぁ。もういきなりこうやって髪逃げしていくんですよ。次はね、ザ・フェイマスグラウスでも僕が個人的にすっごい推してるウイスキーをやっていきたいなって企んでます。そのお酒も行きつけの酒屋さんが仕入れてくれたんで購入することができました。次回以降また更新がいつになるかわからないんですけども、体調と相談しながら、自分のね、体調と相談しながらやっていけたらなと思いますので、気長にお待ちいただけると幸いです。怖い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 、そろり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 、こちらザ・フェイマスグラスの紹介になりました。本日も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルが少しでも役に立った、面白かったと思っていただけた方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後ロックハイボールやりますので見てください。さよなら。猫遊び怖いけどさ、楽しいんだよ。いやいや、thank you.